どうもベイアンです。今回はですね、映ってる犬坊駅の方からお送りしたいと思います。こちらの銚子電鉄さんの犬坊駅なんですけども、こちらに今回来ました。でこちらに来た理由がですね、今からちょっと潜入していきたいと思いますけども、犬坊駅ですね、銚子電鉄さん面白いんですよ。本当わかります、あの奥に見える木のトンネルみたいなのを通ったりするんですよね。もうここに来るまでワクワクしっぱなし、本当楽しかったです。でまあこの犬坊駅の中にですね入っていきます。こちらの方の中にですね、中井製薬ギャラリーというのがありまして、はい、この中に入っていきたいと思います。でこちらの中でですね、こういうのやってるんですよ。中井製薬ギャラリートイレより巨大レイアウト自由に遊べるコーナーと、これをですね中に入って見てみたいと思います。階段を上がっていきまして、こんな感じで上がってきます。どん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 奥にで上がると、こんな感じでドーンと、こちら多分フリースペースになってますね。結構ね、あの奥のフリースペース本格的なんですよね。何千 ?5000 ぐらいあるんですよね。でここで自由に遊べるようになってるみたいですね。で中に入っていきますと、バーンとこんな感じで、わかりますかね。こちらになんか昭和の銚子電鉄という写真がバーって並んでるところの真下にですね、なんと銚子電鉄さんの路線がプラレールで再現してあります。これが今いる犬坊駅ですね。で戸川、終点の戸川で、君ヶ浜がなんか駅がないんですよね。足利島、西赤島、西足利島ですね。で上が黒羽とか言うとか、笠上黒羽ですね。で本庁市で観音、中野町で銚子駅ですね。これすごいね、ほんとね、銚子電鉄ちょっと面白すぎますわ。ここになんかいっぱい、あのちょ来るときにちょっと写真撮ったんで、こんな感じでね、いろいろなんか3種類ぐらい車両が止まってたんですよね。で途中のね、木のトンネルみたいなのがすごくあったんですよ。でこんな感じ でこれが銚子電鉄さんのレイアウトなんですけども、まあ、メインの立体レイアウトこんな感じです。ズーン、こちら入り口になってまして、奥に行きますとドーンと、こんな感じで巨大立体レイアウトが入ってるんですね。しかも上の梁より上に鉄橋があるんですよ。坂曲出ちゃうの、坂曲使って上に上がっていって、ほらこの前乗った箱根登山鉄道ですねがどん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 上がっていって向こうで降りるみたいな、これペタゾーさんが組み立てられたんですけども、やっぱすごいですよね。でこちらの1畳とこっち多分八角形、まあ、ベアの8畳8畳って言ったやつ、八角形のレイアウトと1畳のレイアウトを上でこう架橋してる、プラロット大鉄橋で架橋してるようなレイアウトになってますね。やっぱかっこいいね、これやってみたいですね。ほんとこのあの上なんて迫力満点ですよ。これぐる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 すごいよね。とで走ってる車両もね、あります、こんな千葉関連だと思うんですよ。ちょっと止まっちゃってるけど、これあの総武線ですね。であとどこかにね、スカイライナー、まあこんな感じでちゃんとね、こういうのいいですね。スペース4枚でできるのね。これなら米安でもなんとか頑張ったらできそうなので、ちょっと鳥取に帰っても、いや帰ってやれるかな、まあ、一人で頑張ってみたいと思いますね。今度ああ登山鉄道が止まっちまった、あんなところで止まったら大変ですね。でこんな感じでこちらギャラリーになってるので、ゆる鉄、中井誠也さんのゆる鉄っていうやつじゃないですかね。順路と逆ですけど、いい写真ですよね。ほんとね、見てしまってました。ほんと何かこちらの方にジオラマがあるんですけど、ブーン、めっちゃリアルですね。
めっちゃリアルです、本当。アルファこんな感じで、すげーリアルです本当ね。何回言うねん。これがトラクター、これベアの地元の鳥取でもこういうの見ますね。わあ、めっちゃかわいい、この猫めっちゃかわいい、綺麗ですね。まあこんな感じのイベントが、この銚子電鉄さんの犬吠駅の2階の中井製薬ギャラリーの方でやってるんですけども、イベント自体はどうも7月の終わりまでやってるそうでして、まあ本当ビアンね、ここに来る前に犬吠駅降りた後に犬吠岬の方に行ったりとかして、本当ねめちゃくちゃいいんですよね。で、日本海側に住んでる人間としては太平洋を見ることなんてめったにないので、本当太平洋を見てちょっと興奮してしまいました。で、美味しい魚もありましたしね、その犬吠先のところでですね、ちょっとこういうもの売ってたんですよ。バンね、粒貝めっちゃベイアン好きでして、もう即買いでした。で、食べたらめっちゃうまかったんですよ本当。で、まあね、こんな感じで7月の終わりまでやってますので、ぜひぜひ、本当海水浴がてらでもいいと思いますし、観光がてらでもね、本当アクセスもすごくいいので、電車でも来れるし、いいんではないかなと思います。はい、今回もこの企画ですね、銚子電鉄さんとトレイントイズさんの、合同の企画みたいでして、一応プラレールのペタゾウさんが組み立てたというようなレイアウトになっております。この動画見てですね、ああ楽しそうとか、かっこいいレイアウトだなと思われましたら、なんとかいいねボタンを押していただくと、ベイアンここまで来た甲斐があったとなりますので、ぜひぜひいいねボタンの方をお願いいたします。はい、チャンネル登録がまだお勧めでない方はですね、ぜひぜひチャンネル登録の方もしていただければと思います。はい、今回こんな感じで動画終わりたいと思います。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。